どうも、裏方チャンネルです。このチャンネルは、お笑い芸人の裏側をご紹介するチャンネルです。さて、本日は、芸人男塾の裏側。またもや皆さんに、新たな一面をお見せします。本日の出演者は、こいつだ！うりゃ！どうぞご覧ください。回してくれてる。はい、どうしました？こうやってハスを呼び出すのは2回目やから。来る？こいつ。まあ、なんとも苦い思い出と言いますか。俺の格好見てどう思う？まあ、この格好やとりあえず俺今。はい、分からん。腕まで鍛えてるわ。走りません。走らへんてや。匂わせや。ほんまに怖かったよ今。ですが、え、まあ順を追って説明していくと、芸人男塾でタレンチライブの配信をしてるよね。それがあさってなんですけど、結論から言うと、柴田が来ない。え、出たということはネタができない。配信はある。なんでや。八木さんからの指令は、30分なんとかしろ。滑らない話。長谷も俺も滑ってなかったらいいなぁな話。だから急遽30分俺と長谷で。これまたとんでもない企画始まってるやん。超裏方やろこれ。とりあえずもあさってなんで、かか、30分で実家まで帰る。いやもうええって。2時間切る。うるせえよ。よろしく。あいえ。照明の素人感。いや、お前ちょっと待って、どういうこと、どういうことね。素人でそれ言ってんの誰、ちょっと。やってみ、ここで。あかんなってるやん、顔が。小畑、ハセの滑らないの話も期待やって。じゃあ、ハセどうせやったら、じゃあ、おいで。もう短い。せっかくやったら、その、用意してくれたんやから。5本用意してるから。短いね、短いの。ハセが、今度は顔白くなってってる。何この俺のランクの感じ出てるな。俺か裏方って中居さんやん。ゆっくりどうぞ。すいません。いや、すいませんじゃないの。ちょっとハセがせっかくね、もしかしたらやってたかもしれない滑る話一本だけ、なんかパパッと。お風呂は、お風呂は何時から？いや、中居さん、中居さん、男湯と女が18時で交代してる。押してるから。一本だけ、一本だけじゃ。すいません。僕、あのドンキホーテでバイトをしてるんですけど、ずっと働いてて、で、まあレジって、まあ皆さんよく行くんですけど、レジはドンキホーテ基本女の子なんですよね。女の子が多くて、若い女の子その時はいて、で、インカムをしてるんですけど、そのインカムでちょっと怪しい人がいるみたいな。あれ、店内に、店内に、まあ万引きであったりとか、まあなんかちょっと勝手に寝てしまったりとか、なんかいろんなことする人がいるってなってて、でその時はまあうろうろずっとしてる人がいますって言って、だから見に行こうと思って、ちょうどレジに差し掛かってますみたいな。で俺が見に行って、でまあバレたらダメなんで、ちょっとこっそり耳だけ、ちょっと声だけ聞こうと思って、そしてやったら、なんかこの商品はエロいですか。気持ち悪い。その人が気持ち悪いな。この商品はエロいですか。結構ハキハキ
聞いてて。なるほど。で、女の子も、いや、私はちょっとわからないです、うん。え、じゃあこの商品はエロいですか？なんかそう、カゴにいっぱい入れた、おそらくその、アダルトグッズみたいなのを、順番にその女の子に見せて、これはエロいですかってずっと聞いてるみたいな。ジャッジしてってんねや。ずっとジャッジしていってて、で、これ、どうしようかなって、どうしますかって、もうちょっとじゃあ様子見ようかって、まあ、ほんまにお客様やったら、まあ、お買い上げされるから、みたいなって、うん。で、しばらく見てて、で、うんこれはエロい。これだから6つか7つぐらいエロいですか、エロいですか。うん、でもさすがにちょっと、すいません、そういう店じゃないんで、もう聞かんといてあげてくださいって言おうと思って。うん、で、結果的にもう、その商品はいいですって言って、うん、もう返してはって。そのまま退店しようとしたから、声かけようと思って、パッて見たら、坂田師匠やった。坂田敏夫さん。もうおはようございますも言えなくて坂田師匠がってなってもうずっとエロいかどうかずっとそのなんかそういうグッズをこれはエロいかどうかずっと聞いててエロの坂田やんアホの坂田アホの坂田ちゃうやんそれエロの坂田俺今エロの坂田なんや違う違う違う解明したわけじゃないいやほんまにでも声とか普通の声でハキハキ俺テレビでしかほんまに見せてもらって拝見させてもらったことないからあの喋り方が坂田師匠と思ってたからめっちゃハキハキした最初気づかんかったんやったから全然気づかんかってはぁってなって大先輩からご挨拶もできずにそのまま帰っていくどうしよう見てたら、見てるか見てるかお前見てたらアホやこんなん見てたらこんなん見てたらアホの坂田師匠それはすいませんこういうありがとう話ちゃんとちゃんと仕上がってるのやめよ俺よかったやらんでありがとうございましたありがとうございましたいや早い早いなそのエンディングの話したこっちでもええやん別にいやいやもう裏方やからいかがでしたでしょうかこんな僕でも芸人男塾に出演させていただくことができました皆様には本当に感謝しています。また別の企画でお会いしましょう。次回もお楽しみに。よ、横向きで宙に浮いてるって言っても信じてもらえないんですよね。次回もご期待ください。怖い。